麻生財務大臣は ADB アジア開発銀行の年次総会で演説し、中国を念頭に融資を受ける側から卒業させる取り組みを進めるよう求めました。卒業の所得基準に達した国については、卒業への道筋というものをしっかりと議論していくべきであるということを強調しています。ADB の去年の融資額のうち、中国向けは 12% を占めていますが、中国の国民1人当たりの所得水準は、融資対象から外す ADB の卒業基準をすでに超えています。麻生大臣は、所得の高い国に対しては金利を引き上げるなど、融資の終了に向けて議論を進め、浮いた分の資金を所得の低い国に振り分けるよう ADB に要請しました。